全22戦で行われた2021年の F1 が無事終了しました。残念ながら最終戦ではレース終盤のセーフティーカーの導入、周回遅れに対する対応が物議を醸しており、レッドブル、ホンダとマックスのファンにとっては素晴らしい結果となりましたが、メルセデスとハミルトンのファンにとっては到底受け入れられず、すっきりしない終わり方だったと言えます。そんな中、私たち日本のファンからすれば、やはりアルファタオリの角田裕毅が素晴らしいシーズンの締めくくりをしたことで、来シーズンへの期待感がさらに大きくなったと思います。今回は波乱万丈だった角田裕毅の F1 1年目を見てみましょう。7年ぶりの日本人 F1 ドライバーとなった角田裕毅のチームメイトは、 F1 フルシーズン4年目を迎えたピエール・ガスリーでした。ガスリーは2016年の GP2 チャンピオンですが、当時はスポット参戦を含め3年目でのタイトル獲得でした。角田裕毅は昨年 F2 でランキング3位だったものの、様々なタイミングにも恵まれ、見事に参戦1年目で卒業できました。レッドブルのヘルムート・マルコからは、初めて F1 で勝てる日本人と称賛され、開幕前から注目されており、もしかしたらガスリーに勝てるのではないかという期待感もありました。しかし、開幕前テストの短縮、各グランプリでのフリー走行の時間が昨年までの各90分から60分になったことで、ルーキーにとっては非常に厳しいシーズンになってしまいました。開幕前テストは新型コロナウイルスの影響もあり、わずか3日間で行われ、ドライバー1人に与えられた時間は1日半しかなかったんですよ。2022年からは計6日に戻ると言われているので、今年デビューを果たした角田裕毅、ミック、マゼピンにとっては一番過酷な条件だったと言えます。来年からは中国人初の F1 レギュラードライバーの張グアンユーがデビューを果たしますが、開幕前テストが増えたとしても F1 に適応するまでには多くの時間を要すると思うので、結果が出なくても同じアジア人として温かく見守っていきましょうね。角田裕毅は開幕戦のバーレングランプリの予選 Q1 でいきなり2番手タイムをマークし、世界に衝撃を与え、決勝でも見事に9位入賞を果たしています。デビュー戦でこの結果を得たことで、若き日本のエースである角田裕毅は少し調子に乗ってしまいます。これは仕方のないことではないでしょうか。角田裕毅の無線での口の悪さがクローズアップされ、第2戦以降結果が出なかったことで応援しなくなったファンも少なくなかったと思います。しかし、17歳で F1 デビューをしたマックス・フェルスタッペンも1年目、2年目は多くの批判を浴びていましたが、今では誰もが速さを認めるワールドチャンピオンになったので、ドライバー自体に速ささえあれば、あとは経験と時間が解決してくれるのです。現に2021年のシーズン終盤に速さを取り戻した角田裕毅は、口が悪いという声はほとんど聞かれなくなったと思いませんか？では、エースのガスリーと角田裕毅の各グランプリでの結果を数字にしてみたので、それをもとに比較してみましょう。今回は FP1 から FP3 までの平均順位、そして予選の最終獲得グリッドで比較してみます。フリー走行はあくまで予選、決勝のためにマシンを作るセッションで、あまり順位は関係ないと言えますが、ここでの数字にも意味があるのかもしれません。角田裕毅は第16戦のトルコグランプリからシャシーを変えたことにより劇的に良くなりましたが、第15戦までのフリー走行での平均順位は 12.8 位でした。エースのガスリーは 6.7 位だったので、角田裕毅は2倍近い差をつけられていたことがわかります。同じく第15戦までの予選平均グリッドでは、角田裕毅が 14.4 位、ガスリーは 6.9 位でした。角田裕毅は15戦中、実に8回も Q1 落ちを喫していたので、この時点でのこの順位にも納得ができます。トルコグランプリ以降、最終戦までの7戦でのフリー走行の平均順位は、角田裕毅が 10.4 位と若干上がっていることがわかります。対するガスリーも 6.4 位と上がっていました。予選の獲得グリッドは角田裕毅が 9.2 位で、ガスリーはなんと5位でした。この数字を見ると、いかに角田裕毅が F1 に適応していることがわかり、シャシー交換でさらに勢いを増していたと言えます。
角田裕毅は終盤の3戦で全て予選 Q3 に進出していますが、終盤の3戦だけを見るとフリー走行での平均順位は 7.3 位、ガスリーは 4.8 位でした。予選での平均グリッドは角田裕毅が8位でガスリーは 7.3 位でした。エースのガスリーはマシンの戦闘力をほぼ 100% 引き出していると思い、角田裕毅との差はまだまだ大きいと言えますが、トルコグランプリ以降このように劇的に数字を上げ、ガスリーとの差を埋めていました。そして最終戦のアブダビグランプリではついに予選でエースのガスリーを上回り、決勝でもガスリーより前でフィニッシュし、表彰台までコンマ5秒と迫り、自身の最高位である4位入賞を果たしたのです。この活躍には各国のメディアも全面的に取り上げ、パワーランキングではマックス、ハミルトンに次ぐ全体3位だったんですよ。このようにシーズンの中盤は落ちるとこまで落ちたといえる角田裕毅ですが、シーズン終盤には未経験サーキットのハンデは全くないと思えるほど見事にマシンとサーキットに適応し、開幕戦のような輝きを取り戻し、非常にいい形でシーズンを締めくくることができたのです。ネットでもついに角田裕毅が覚醒したという声も多いですが、角田裕毅には並外れた速さがあるので、個人的には覚醒ではなく適応だと思っています。来シーズンもアルファタオリはガスリーと角田裕毅で挑みますが、角田裕毅の今シーズンの終盤のような活躍ができれば十分コンストラクターズ5位以上を狙えるのではないでしょうか。角田裕毅の脅威を感じ始めたガスリーは相乗効果でさらに速くなると思うので、他チームからすればちょっと厄介な存在になるかもしれませんね。角田裕毅に関してはクレアの衝撃でも開幕前から全面的に持ち上げていました。中にはその影響で結果的にアンチになってしまった方がいるという声もありました。そうだとしたら申し訳ございませんでした。視聴者の方の中からはそっと見守るという声も多いのですが、そっと見守るイコール何も情報を発しないで結果を残した時に持ち上げるだと、それまでの間は F1 に興味のない方に注目してもらえないと考えています。そうなると今年のような喜び、落胆ぶりを一緒に味わえず、 F1 ファンも増えないと思っています。そのためこれからもクレアの衝撃では角田裕毅を全力で応援していきたいと思います。そこで一人でも二人でも新規の F1 ファンが増えればいいなぁと考えています。角田裕毅は必ずやれると信じています。来年のアルファタオリのマシンは今年と同じような戦闘力であることを願いたいですね。みんなで今からアルファタオリのファクトリーに向けパワーを送っていきましょう。勝利の栄光をアルファタオリに。それでは次回のキレアの衝撃をお楽しみに。起立、礼、またねー。